フリーボール。どうも、大分の高知親方です。いやー、この間まで甲子園第93回選抜高校野球大熱戦でしたね。連日私の動画や投稿にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。そしてですね、実は私の地元大分でもですね、熱戦が行われておりました。春の九州大会予選ですね、こちらが、今年大分で九州大会開催されるということで、甲子園に出た明豊含め、地元からはなんと大分から4校も出るですね、すごい大会になっております。今回ですね、そのうち決勝戦見に行ってまいりましたので、簡単な感想と、その前に行われた3位決定戦の内容など含めてご紹介いたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、九州大会春の部について簡単にご紹介いたします。毎年この4月の終わりから5月にかけて、九州各県持ち回りで、九州各地の代表が集まって、九州王者を決める大会を行っております。これはもうまさにこの夏の前哨戦ですね。今年はですね、この春、大分県で開催されます。4月の24日から予定では30日まででございます。昨年コロナの関係で九州大会が中止となりました。で、大分で開催予定でしたが、今年もスライドということで大分で開催されます。秋につきましては、地元がですね、開催枠が確か4枠ございます。で、プラス甲子園に出ているところは、推薦枠ということで、無条件で参加になります。基本的には各県ですね、2校ずつですけれども、今回春ですね、大分は4校、プラス甲子園に出た明豊含めて、なんと5枠も出るという、夢のような、大分判定ではないですけれども、本当、地元のですね、大会となっております。余談ですが、秋の場合は、地元開催でもその4枠というのがなくなりまして、基本的には、確か福岡も含めて、8県全部2校ずつと公平にしているというふうに確か変わったと思います。春はですね、その地元が多めに出るということで、大分県の学校、明豊が、全国準優勝しましたからね、非常に今大分盛り上がっております。そして、それに含めて、大分県でもね、面白い大会があって、で、4校も出ますので、これを機にですね、この九州でいろんなチームと対戦して、各チームレベルアップして、ひいては大分県のレベルアップにつながってほしいと願っております。それでは試合ですね、まず3位決定戦の模様を簡単にご紹介いたします。この九州大会に、出るにあたりまして、この対戦校を決めるのにですね、順位が必要でございます。基本的には県1位の学校が他の県の2位、代表2位以下のですね、チームに当たるようなとこ、その順位が高いほど正直、有利になるという組み合わせ上ですね。そういう順位が必要でございますので、現在ですね、春の大会。で、秋は秋でまたですね、実は3位決定戦が近年行われるようになりました。こちらは多分21世紀枠の兼ね合いもありますけれども。で、今回ですね、3位決定戦は、ですね、これ名門対決なんですけれども、日田の桐蔭高校と県南の津久見高校ですね。もう、名門。まず、桐蔭高校は近年ですね、平成に入って、で、平成最後の夏と、令和最初の夏と、2年連続夏、大分県代表として、甲子園出ている、もう昔から強い私立でございます。一方、津久見はね、オールドファンならご存知でしょう。ね、昭和、春と夏優勝した、もう古豪と言うとちょっと失礼ですけれども、かなり強いですね。平成時代、残念ながら30年間は甲子園がなかったんですけれども、昨年の夏の大分県の独自大会で優勝するなど、その人は結構近年は県大会で優勝、準優勝も多くて、非常に今復活しているですね、強い学校となっております。で、今回ですね、この試合、昨年の実は秋も、
3位決定戦がこの同じ桐蔭とつくみのカードとなりました。で、この時はですね、つくみが7対1で、桐蔭を下したということで、まあどうなるか、つくみが3位にね、行くのか、それとも桐蔭がリベンジを果たすのかですね。これが面白いですね。つくみはですね、秋の最初の新人戦、9月に行われます県大会でも優勝しました。で、同じ大会でも桐蔭はベスト4で、こうずっとですね、秋から、こう、優勝とか、ベスト4以上など、非常に強い、レベルの高いチーム同士の3位決定戦です。結果はですね、4対3で、桐蔭が勝利いたしました。リベンジ達成です。まあ、序盤、ちょっと私、まあ、後ほど話しますけど、試合展開は全く見ておりません。スコア上だけ見ますと、序盤にですね、初回ぐらいに3点、ですかね、2点、1点とこう、1、2回で3点入れてるんですね。ホームランも出てるようです。ただ、そのまま試合が3対0で進むんで終わると思いきや、なんと終盤、7回、8回か、8回、9回で、桐蔭が4点取ってるんですよ。二塁打などを絡めてですね。これで逆転したということで、まあ、選抜と続いてですね、この、試合は本当最後までどげになるかわからんと。ですね。序盤にリードしても後半追いついて逆転するとか。これがね、高校野球の怖さでもあり、面白さでもある。ですね。まあ、ちょうどですね、この試合も見たかったんですが、なんとあろうことか。私が二度寝を失敗しまして、結構遅い時間になったこととですね、厳密に言うと最初、まあ、新大分球場というか別大高山スタジアム、行かれたことある方は、ご存知でしょうか。まあ、あるあるかもしれないんですけども、駐車場はですね、球場近くの駐車場ではなくて、もう埋まってたので、裏に回って裏側の、ですね。縦列駐車に止めて、テニスコートを横切って、まあ、球場に行くんですね。まあ、それでも3、4分で着くんですけれども、ただ私ね、まあ、起きたのが17時過ぎで実は、もうとにかくお腹が空いていた。で、高野連のホームページ見ると、球場では弁当を販売してませんということで、もう一度ですね、球場の中入る前に、コンビニに行かないといけなかったんですね。もうとにかくお腹が空いて、球場の、三塁側の入り口の総合受付を通り過ぎていった。で、しかも目の、その通り過ぎた後にファールボールが私の近くに飛んできたということもあり、チラッとスコアボード横から見たらですね、なんと、あら、桐蔭が4対4取ってるやんと。もう9回の攻撃でしたけれども、まだ間に合うかないけど、お腹空いてるからといって、とりあえず大空団地のコンビニに弁当を買って、で、弁当もなかなか決められずに、やっと弁当を、まあ、とにかく選んで、そして、一度また受付に戻って、いろいろ今回コロナの関係で、例えば、個人情報とかですね、同意書の意向、私はサインをしてましたね。その時に、と、サインが鳴り、サイレンが鳴りまして、ちょうど試合が終わりました。でですね、まあ、ちょうどま、入場手続きが、まあ、三塁側のダグアウトの近くで行われたんですけれども、で、ちょうど試合が終わった、桐蔭の選手たちが出てきまして、で、その後、監督、桐蔭のです、若いですね、20、まだ8、9歳ですね、の竹下監督、もうついに大分でも、私よりか若い監督がもう甲子園に2度も出て指揮を取っているというのも不思議なんですけれども、竹下監督が出てきまして、印象的だったのがですね、まあ、部員にですね、こうおっしゃってました。はい、早くちょっと着替えて、はい、とりあえず荷物置いて、大分みな高校の生徒のね、代わりにやってあげて、って、おっしゃってましたね。球場のボランティアスタッフ、まあ、県内の野球部員が務めまして、この日はですね、大分南高校の野球部の人が担当してましたし、まあ他の高校の方もいらっしゃれば本当に、グラウンド整備とか、ボールボーイとかですね、ファールボールの整理など本当にありがとうございます。で、まあその竹下監督はですね、そういう頑張っている、試合以外のところで、まあスタッフとして頑張っている、この部員のことも考えて、しっかり助けてあげようやとか、サポートしてあげようというね、声かけをしていたのが本当にこう立派だなと思いました。ね、
野球競技としてだけではなくて、このまあ人間育成といいますか、こうやって大会自体を支えているこう幅広いこう目線でですね、この高校野球や球児を教えていく、これは本当に素晴らしいことだなというふうに思いました。まあ、初めて生で竹下監督を拝見させていただきましたけれども、本当にしっかりされて素晴らしい監督だなというふうに私は感じました。一方、あのつくみですね、の藤丸監督も去年からですね、市役所の職員からですねとして監督になられましたが、昨夏の、県独自大会の決勝の感想動画でもご紹介いたしましたが、私親方個人的に実は2度お世話になったことがあります。まあ本当に気さくで、こう喋りがうまくてですね、よう喋って元気よくて、親方頑張りよんかいみたいな感じで言ってくださいますし、本当にあの熱い監督です。本当に野球大好きという監督です。個人的にあの佐賀のとある団員さんと、髪型も髪の色もね、見た目もそしてこう喋り方声も本当そっくりですね。あの本当藤丸監督になってさらにつくみをねこう強くなってきましたので、この夏に向けて、まあ九州大会もありますけども、非常に目が離せない、まあ、つくみとそして党員だと感じました。さあいよいよ決勝戦です。大分舞鶴対柳ヶ浦の戦いでございます。舞鶴高校はですね、昨年の秋の独自大会でですね準優勝をしまして、近年また本当強くなっている進学校でございます。まあ私の地元の後輩も去年その夏の決勝後半から投げました。そして同じく夏のですねその独自大会のベスト4だったのが柳ヶ浦高校でございます。もうねこちらも野球の名門で、もう私がまあちっちゃい頃とか高校時代ですね、2000年代前半っていうのはもう柳ヶ浦、今でいうまあ明豊が大分は強いですけども、もう高校野球といえば柳ヶ浦でですね、甲子園にも2年連続出たこともございますし、まあ私の一個下、2005年の代にはですね、あの、ドスコイのですね、メジャーリーグ、山口俊投手も出てですね、明治神宮大会でも優勝しております。まあ余談ですけど、前回のあの、選抜の動画でもご紹介しましたが、あの、私の一つ下の後輩が2人、まあ、山口俊投手と同じ年で甲子園にも出ました。ね。まあそんなチームの対決でございます。新チームになって柳ヶ浦秋の大会は昨年残念ながら、初戦負けだったんじゃないですかね。国際情報に敗れました。で、舞鶴は確かベスト8だった気がします。で、今回ですね、これが、すごい試合。まさか、タイブレイクにもつれ込むとは、延長13回まで行きました。本当勝負がですね、序盤のあの、つくみとですね、党員と同じように、先制パンチを食らわしても、後で追いついてきて、一進一退でもう打ち合いです、投げ合いというところでですね、ほーら、大分県も面白くなってきたなと、もう明豊高校かというぐらい、本当に面白くなりました。柳ヶ浦高校の先発は、あがりえ投手ですね。まあ、柳ヶ浦もですね、複数のピッチャーがいらっしゃいまして、まあ、後半からはですね、前田投手も投げましたし、もう一人別の投手も、本体が投げられているようですが、背番号10でありますが、まあ、ネット上の情報ですと、今度九州大会では多分、このあがりえ投手が、エースになるんじゃないかということで、まあ、実質力もありまして、で、バッティングもできるんですね。非常にまあ見てて、あの、コントロールとキレが良くて、結構早く見えるんですよね。綺麗な軌道でですね。で、決勝戦はスピードメーター見る限りは138キロがマックスでしたかね。まあ非常に力のあるボールを投げまして。ただ最初はですね、これ大分舞鶴が、まあ球が軽いんかどうかわからないんですけれども、結構最初の3人でですね、3連発2塁打2塁打3塁打と垂れて、一挙に3点畳みかけたのはすごかったですね。まあ、ちなみに舞鶴の監督、後ほどご紹介いたしますが、川村監督なんですね。あの、私の中では昨年の秋の、夏の大会では安藤監督のイメージで川村部長というイメージでしたけれども、監督は川村先生になって、
実は私の恩師なんですけれども、まあ川村監督は余談ですけど、冬はもうとにかく素振りをさせて1万本振れということで、こう津久見高校の時もですね、それをされてたようなんですけれども、その成果っていうか、本当最初からですね、マイズルが上がりへ投手をですね、打ってきます。でそれでずっと序盤進んでいきまして、で大分マイズルの先発が奥本投手ですね。まあ球は130キロぐらい出るストレートですけれども、こうタイミングをずらして、こう柳ヶ浦のバッター1巡目ほとんどタイミング合ってなかったですね。ただですね、後半まあ、雨も降り出して、ちょっと制球も乱れたところもありますし、やはり柳ヶ浦バッティングも良いですから、少しずつ捉えていきましたね。で、そして延長戦に行くんですね。10回、で1回ですね、10回の表に舞鶴が1点取るんですけれども、その裏柳ヶ浦がこうですね、フォアボールとデッドボール、そしてアンダーを絡めて同点に追いつきます。スコアボードがすぐ、ちょっと10回から10回すぐ勝ったもんなので、すいません、左が上の画像は4対3になってますが、柳ヶ浦この後1点取ります。で延長に入ります。で延長、まあ後で紹介しますけども、まあ延長でもですね、すごいプレーがあって、最終的にはですね、延長13回、なんと決勝戦タイブレイクまでもつれ込みました。まあ、タイブレイクというのはですね、ランナーをノーアウト1、2塁に置いて、こう要はもう得点が動きやすい状態にしても勝負を早く決着するための、特別ルールでございます。これですね、先行の舞鶴がですね、最初バントをしました。もう川村先生はですね、ほんとスモールベースボールと守備とこう、機動力の野球ですので、予想通りというか、まあ、セオリー通りですね。ランナーを確実に送って、2、3塁にして、で、かつその、バントするんですけど、相手がファーストで送球エラーするんですね。そういうのも絡めて2点を取りました。で、その裏ですね、柳ヶ浦ですけれども、犠打でですね、2アウト、2、3塁まで行って、あと1本出れば、まあ、同点に追いつくという場面で、1本が出ずにゲームセット。で、ごめんなさい、10回の、に戻りますけど、これちょっと紹介し忘れ、知っておかないといけないのが、まあ、今回ですね、柳ヶ浦の、こう、バッティング見てて、これはすごいバッターだなというのが、4番キャッチャー、木戸選手ですね。もうとにかくスイングのスピードが速いですけどもね。で、まあ、1打席目、2打席目と、すごい速い球で、レフト線、あわやホームランかっていうあたりを連発するんですね。ただその最初の2打席は、まあ最終的にはこうタイミングが遅れて凡打になるんですけれども、いやー、それ以降がすごかったですね。まあ最初正直、振りはいいけど、少しこうタイミングが早くてレフト方向しか行かないよねと思ってて、これ流し打ちとかできるのかなと思いきや、なんと終盤8回でしたかね。それこそ、ライト前に流し打ちタイミングを、まあ右バッターなんですけれども、流して打ってツーベースヒット、得点絡みましたね。こう。で、ね、要はタイミングがずれても流せる。ね、大変私は先ほど失礼なこと言ったなという思いつつ、で、すごかったのが10回の裏ですね、1点取らなきゃ柳ヶ浦負けちゃうという場面で、この木戸選手の一振り、レフトさんにバーンと打って、もうレフトはもうすぐ、後ろ向いて諦めましたね。後々ですね、大会のスライドショーや、ちょっと動画集も、まあ、作ろうと思うんですけれども、その中でもね、審判がホームランって手を回してる瞬間、あれは覚えてますね。球場が相当、柳ヶ浦は盛り上がりましたし、舞鶴は落胆の声も聞こえましたけども、この木戸くんという、バッター、ほんとスイングが速くて、体格も結構いいのでですね、これは本当に4番という感じで要注意だと感じました。で、このですね、試合の展開、まあ個人的にはですね、3つの見どころ、まあもしくはターニングポイントがあったなと考えております。1つ目が4回の表、大分舞鶴の攻撃です。これ大分舞鶴ですね、確か、満塁になるんですよね。2アウトの満塁。で、それでですね、バッターが、ライトにですね、打つんですよ。
で、フライを打って、これ、ライト前落ちるかなと思ったところ、屋根が裏 のライト、小野くんがですね、なんとダイビングキャッチするんですね。これがまた大きいプレー。先発でも明豊がね、ライト滑り込んで、そしてユニフォームが破けましたけど、屋根が裏は破けませんでしたけれども、これ正直抜けていれば、もうほぼほぼ大分マインズルに試合が偏って、多分9回で試合が終わってたところを、柳ヶ浦が守備で踏ん張った。これは本当ナイスプレーでした。まあ私も同じライト出身ですけども、なんでこんなにうまいのかと。で、もうびっくりしました。で、二つ目が7回の裏、柳ヶ浦の攻撃でした。柳ヶ浦、この時ですね、ランナーがですね、二塁にいたんですね。1点返して、そしてライト前にヒットってですね、二塁にランナーがいたんですよ。確かワンアウト二塁の場面だった気がします。で、そこでですね、ピッチャーがね、マイズルピッチャーが投げた後、キャッチャーがですね、マイズルキャッチャーが、青柳くんですね、がですね、ピッチャーが投げて取った瞬間、セカンドに一気に投げるんですよ。で、セカンドランナーがちょっと飛び出してたんですね。それで、セカンドに牽制を送って、セカンドランナーがアウト。これで、ツーアウトランナーなしの状態になりました。まだ1点か2点追っている段階ですね。これもね、マイズル大きい守備の好プレーでした。これでまたランナー残してたら、もしかしたら、柳ヶ浦が、もう終盤逆転で、これも9回でもしかしたら試合が終わっていたかもしれない場面でした。で、最後これすごかったのが延長戦12回の裏です。で、これもう1点でも取ったら、屋根が裏サヨナラ勝利のね、ガチの場面ですけど、でですね、場面が2アウト1、2塁。もう本当ヒット1本出ればサヨナラという場面でですね、フライがレフトに、方にですね、結構大きめに行ったんですね。これ抜けるか抜けるかね、なんか熊本高等、松山商業の試合みたいに、こう、奇跡のバックホームみたいな感じで、一瞬ホームラン級の当たりかなと。で、大きい当たりで、抜けるかなと思ったら、なんとレフトがですね、前園レフト中くんですね、3番バッターの中くんが、ダイビングキャッチがすごいキャッチしたんですね。そしたらもうランナー2者ね、二塁ランナーも一塁ランナーももうほぼほぼ三塁の方向まで、三塁とか次の塁まで行っててですね、もう戻ってくるのがまあ間に合わないということで、ね、レフト取ってそのままセカンドにフォースプレー、ランナー間に合わずで、これでダブルプレー取った。これはかなり大きいですね。ですからその後表、まあタイブレイクになりましたけども、きっちりバントを決めて2点取って6対4でゲームセットという、やっぱこう一つ一つのプレーね、まあ基本に忠実のプレーもそうですし、こうしたいわゆる奇跡的なもう大プレーというのが本当に試合をこう手綱をね、こう引き締めるといいますか、こうね、流れを変えないね、変えるというかね、勝負を譲らない面白い場面になりました。で、まあ、この後ですね、いろいろ、ま、勝利の場面の様子や閉会式の模様は、別動画で撮っておりますので、よろしければご覧ください。結構バズると期待しておりますけれども、まあ、この後、ま、マイズルが優勝した後、閉会式終わって、まあ、ちょっとだけ、僭越ながら、私はスタンドから、ま、下のベンチにいる、ちょっと、マイズルの川村監督に、とお会いして、まあ、ちょっとだけ話をしました。まあ、私がですね、高校3年間、本当、学年主任でもあり、野球部の監督であり、いろいろね、進路指導などもね、お世話になった監督でございます。ね、まあ、その、川村監督とね、お話をちょっとして、しました。で、私が、あ、どうも昔親方ですと言ったら、おー、お前元気かみたいな感じで、そして、はい、おめでとうございますって言ったら、うん、ありがとうって言って、去年ですね、うちの地元の〇〇ピッチャーが、ね、投手がお世話になりましたって言ったら監督が、おー、頑張りよっとぞーって言って、で、最後に監督が、お前それはいいけど、まあ、たまにはグラウンドに遊び来んかって言って、遊び来いやって言われましたね。出て来いやじゃないですけれども。ね、メタセカウヤっていう植物もあった、まあ、それは動物でもいいんですけれども。ね、まあ、
久々に同窓会以来6年半ぶりにねお話ししましたけど、ね、神室監督変わってないですね。し、ね、私のことを覚えてくださって本当にありがたいですね。まあ神室監督は本当、まあ、私の中でもこう人生の本当の恩師、憧れの存在でございます。もう川村先生みたいな先生になりたいと言って、まあ、大学でのですね、教育学部に入ったぐらいです。本当に、まあ、正直、怖い監督なんですけれども、怖い中でもこう筋がある、愛情があるというのを感じてましたし、ね、こう、例えば野球や普通の宿題などを通じても、こう、自分で考えることが大切だとか、視野を広く持てとか、ですね、あと語尾上がりの言葉やめろ、私はとかいうことは、とかもう等は禁止だとかですね、こう日本人で同じことを同時にすることにを嫌う、ドアを開けながらこんにちはとか挨拶はしちゃダメだとかですね、まああといろいろなことをですね本当教えていただいてですね、いい監督で、こう、どっしりもして目がキラキラしてる監督ですし、まあ野球はですね、基本的にはこう、もう、今はどうなってるかわからないんですけれども、基本的にはこう、まあスモールベースボールと言いますか、守り中心で、バッティングもこう、ですね、どちらかというとバントとかとヒットで繋いでいく野球をしますね。ホームラン打ちたければ、ベンチプラス100キロ上げてこいと。ね。そんくらいのパワーがあればもうそれは一人で言ってんな。取れるんやと俺はホームラン打てって、そいつには言うわ。ただ、それができないんであれば、もう、俺は、とにかく、繋いで、ヒットを繋いで、チームで野球をする。ね、粘りっこい野球をするのが好きなんだってことはよくおっしゃってました。ね、まあそれが本当、舞鶴のでもですね、この粘りっこい野球して、そして序盤ね、打ってきたように、こう、冬はとにかく素振りをさせますくね、で、気合い入れてますから、やっぱこう、舞鶴のスイングも、かなりそういうところで鍛われたのではないかなと思います。で、一方ですね、まあ敗れました柳ヶ浦ですけれども、まあ野中監督ですね、まあ、見た目が実は私とそっくりなんですよね。体格も大きくて、もう年齢もまだ若いですね。40少ちょっとですかね。まあ、私の中ではこう、野中部長というイメージが強いんですけれども、近年監督にね、なられまして、まあ、貞岡監督とか、まあね、そんないろんな名称のもとと一緒に、この柳川を引っ張ってきましたし、まあ、昨年の夏の、その、独自大会の中継の解説者曰くですね、この野中監督というのは本当に面倒見が良くて、高野連のですね、こう活動にも積極的で、この柳ヶ浦高校の野球部だけでなく、こう大分県の高校野球全体を引っ張ってくださる、こういい監督だから本当頑張ってほしいとおっしゃってました。ね、試合後、まあちょっと悔しそうにもしてましたけども、最後その記念撮影がですね、準優勝校の、があった際に、こう、ね、部員に向かって、おーし、じゃあしっかり行ってこいって、こう元気に送り出してたところが、こう印象ですね。本当に元気のいい監督さんで、で、ね、九州大会でこう、ね、キャプテンもおっしゃってたようですけれども、まあ、今回のこの準優勝の悔しさを晴らすためには、九州大会で優勝することだということで、ね、またこう、大分といえば柳ヶ浦頑張ってるねっていうところを、こう、久々に私も見たいなというのは正直あります。ということで、こうね、一進一退のかなりね、熱い好ゲームは、大分マイズルの優勝で県予選幕を閉じました。さあ、ということでですね、まあ、今回のまとめに入りますけれども、まあ、まずはですね、今回の明豊のね、全国準優勝をはじめ、大分県の野球、本当にまあ、近年、こう、着実強くなっているなというイメージを感じます。もうね、長い間、そもそも、春の選抜にしたら出れないというのが、ね、常だったのが、近年は連続出場や、こうね、ダブル出場もあって、まあ全国でもまあ少しずつ勝てる力をつけ始めているなと思いますし、まあ明豊を軸としながらもね、打倒明豊とありながらも、こう、他のですね、私と板子とかね、最近で国際情報とか、ね、日本文理大付属なども強くなってますし、ね、党員もやっぱり強いですね。
そういうところがこう巻き返しね、引っ張ってますし、公立校も、つくみ、大分商業とかですね、ほんと、舞田、舞鶴、こう、いろんなところが出てきて、県内各地に核となる、高校が出て、強い高校がね、誕生しているようでございます。まあ、本当に切磋琢磨してますし、まあ、大分県高野連も近年は、例えばですね、その秋の大会で、その、順位決めてたじゃないですか。1、2、3、4っていうのは。まあ、一つは21世紀枠だとおっしゃい、申し上げましたけども、この他実はですね、その大会1位になって、秋で大会1位になったチームは関東遠征。2位は近畿遠征、3位四国遠征、4位九州遠征の、まあ、補助とかですね。要は遠征をですね、高野連が、サポートして、その、県外の野球チームと交流をして、そしてこう、学んでいくという、ですね、企画も行ってます。で、この他ですね、例えば、冬を越して、こう、トレーニングするんですけれども、その野球部、冬明けにですね、野球部員の体力測定大会で起こりますね。短距離走、長距離走とか、遠投とかでやって、で、1位になった人にはこう、表彰されるなど、こう、高校球児の体力や体づくりにも、まあ、大分県高野連挙げて行ってますし、まあ、あと、1年生大会というのがあるんですけれども、1年生だけで秋戦う大会を、それまではトーナメント戦だったのが、こう、リーグ戦にして、こう、何試合かして、たった1回で、負けたら1回でおしまいではなくて、何回か2、3試合して、1年生でレベルアップをしていくという、そういうのが少しずつこう、実ってきてますね。本当にまあ、明豊をはじめ、いろんな学校が、ま、甲子園出てですね、こうやっぱ大分県の野球、もちろん強さだけが全てはないんですけれども、やはり勝負事となると、勝ちたい、自分にも勝ちたいというところでですね、こう面白くなってきてるなというのが感じております。もうですから本当にどのチームがですね、学校がこの夏トップになるのかわからないですね。明豊だって正直わからないです。夏は本当独特な雰囲気もありますし、この暑さの中での体力というところもポイントになります。ね、応援というのもですね、また左右する予定、ね、ものでございましょう。ということで、また近年稀に見る、この群雄割拠の大分、ね、夏、どこがてっぺんを取るのか、すごく楽しみでございます。そしてですね、4月末、今月末ですね、大分で九州大会も行われます。ね、この機に九州各地のもう、まさに今強いところ、ね、1位、2位のチームが集まりますので、そして大分5チームも出ますから、いろんなチームとこう対戦して、こうね、九州で学んで、そして九州自体のレベルアップにもつながっていければね、九州地区なかなか優勝が遠のいてます、全国優勝が。まあね、明豊が今回準優勝まで行きましたので、夏はこう九州勢、ね、てっぺん取れるような、そんな切磋琢磨ができればということで期待しております。さあ、夏の九州、春の九州大会、大分。まあ私も行きたいですけど、ちょっと予定が厳しいかなと、ゴールデンウィーク入るとですね、いろんな予定と今かも、ね、調整が難しいですけれども、まあもしかしたら決勝戦あたりは見に行けたらいいなというふうに思っております。ということでですね、大変30分ぐらい長くなりましたけども、以上ですね。今回の大分県予選の決勝の模様を中心に語らせていただきました。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。もしこの動画、いいなと思ったら、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。2021年に入りまして、こう、野球のネタをね、また少しずつ盛り返して、まあ、ちょっと私自身も正直、野球見るのも、こうやって語るのも、楽しいなというふうに今感じておりますので、まあ、大分 B リングスですね、プロ野球独立リーグの話題もはじめ、これからも、頑張ってまいりますので、どうか、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、また、ゲームセット。